はい、ありがとうございました。白井戸緑風会の皆様でございました。メンバー募集中と、宣伝の依頼がございました。白井戸会はですね、JR 中央線武蔵境駅から、西武多摩川線に乗っていただきますと白井戸台駅がございます。西武多摩川線の車両基地があるところでございます。興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ありがとうございました。大きな拍手お願いいたします。はい、それでは次のチームさんご紹介いたしましょう。続きましてはこちら固定形式で参ります。ジョイソーランチの今井組の皆様、よろしくお願いします。はい、皆様大変お待たせいたしました。日野今井組です。会うなのか、ありがとうございます。先ほど踊らせていただきましたのお客様、マイリーグ3倍4倍に増えております。今回は日野今井組メンバーも募集しております。地元で踊っておりますので、ぜひホームページなども見てください。今日はですね、山梨県の武田信玄公の貴様を曲、そして踊りを披露してまいりたいと思います。まばたきせず4分間の演舞になりますので、ご覧いただきたいと思います。それではザ・武田節、はい、ほっ、ジョイフルの天狗の三角トリオ。
というチームなんですけれども、今回は世田谷のね、世田谷松陰若林さんも一緒にコラボしています。はい、よろしくお願いします。雨は降ってますが、クジラは海の中にいるので雨はもう生き生きしちゃいますね。はい、では楽しく踊りたいと思います。踊り子構え、
とうございました。はい、ありがとうございました。小口クジラの皆様、また本日、コラボとして入っていただきました世田谷職員議員若林の皆様、ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは残り3チーム皆さん一緒に盛り上げていきましょう。続きましてチームの皆様です。よろしくお願いいたします。はい、どうも皆さんご試合イエーイ。すごい嵐のような拍手でございますね。そうなんです、勝負から春割りやってまいりました。我々よさこいチームのマイムでございます。どうぞイエーイ。すごい嵐となってございますね。今日は雨でございますけども、沿道の皆さんはね、雨も滴るいい男と、雨も滴るいい女と、雨も滴るいい私でございますからね。さあ皆さん、動画撮影も写真撮影も全然 OK でございますから、どうぞ皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。じゃあ踊り子皆さん、用意はいいかな。いい、じゃあ構え。
ございました。
玉っ子の皆様でございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。お待たせいたしました。10時から、本日こちら、豊田南演舞場、日のよさこい、行ってまいりましたが、いよいよ次が最後のチームとなってしまいました。ぜひ最後まで、一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。最後、鳥を飾っていただきますは新選組レモの皆様でございます。こちらのチームも私が、煽りを担当させていただきます。準備の方はよろしいですか。はい、それでは参りましょう。新選組レモ構え。
はい、ありがとうございました。またぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございました。新選組レモンの皆様でございました。本日の今一度大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでですね、これより閉会式の方に移りたいと思います。司会進行、ここで、変わりますので、今しばらくお待ちください。本日は皆様、お足元悪い中お集まりいただきまして誠にありがとうございました。これよりですね、第21回日野よさこい祭り南閉会式を行いたいと思います。まずはじめにですね、本日司会進行をしていただきました DJ 渡里さんよりご挨拶をいただきたいと思います。はい、改めまして、ご紹介に預かりました、本日一日、司会進行、ご案内をさせていただきました、全国よさこいサポーター渡里義行と申します。普段は千葉を拠点にですね、全国各地いろいろなよさこいの現場にですね、お手伝いにさせていただいております。こうしてマイクを持ってですね、司会進行する機会、まあ、なかなかない機会ではございますが、貴重な経験をさせていただきました。今年も早くも3回目の、まあ、司会進行、あまり上手とは言えない進行ではございましたが、皆さんにちょっとでも喜んでいただけたら嬉しいなと思います。今後も皆さんと共によさこいを盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。DJ 渡里さん、ありがとうございました。それではですね、最後に、豊田商店会会長の高野さんよりご挨拶をいただきたいと思います。高野さん、よろしくお願いします。第21回日野よさこい祭り、無事に終了することができました。これを申し上げます。私はよさこい祭り副実行委員長の高野と申します。近隣の皆様には長時間のご協力ありがとうございました。開催にあたりまして、まちづくり連協の加盟の各団体の皆様、日野市観光協会、日野市商工会、場内整備の皆様、ご協力ありがとうございました。観客の皆様も最後までご声援ありがとうございました。そして雨の中、素晴らしい演舞を、見せていただきました34団体のよさこい連の皆様、本当に素晴らしい演技ありがとうございました。 DJ 渡里さんも一日ご苦労様でございました。ありがとうございました。来年も開催できるように頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。副実行委員長の高野様、ありがとうございました。それではですね、これをもちまして第21回日野よさこい祭り終了とさせていただきます。ありがとうございました。ということで日野よさこいが終わりました。朝の10時から6時間雨が降る状況の中でよさこいが行われました。まあ各連の皆さんには本当に大変だったと思いますよ。ということで、これでよさこいの動画も終わりにしたいと思います。